佐田でございます。上司が教えてくれない営業のコツ、今日は短時間で相手の信頼を得る方法ということをテーマでお伝えをしていきたいなと思います。ご相談をいただいています。私は大手企業の業務委託の営業をしております。工事はサポーター直営なのですが、電話ではお客様にうまく伝わらず、結局代理店利所的な扱いを受けて断られることが多いです。短い時間でお客様に信用いただける方法があれば、ぜひ教えていただきたいということでのご相談でございます。まあ難しいですよね。まあ、代理店っていう立ち位置って っていう難しさと、あとはもう一個営業職自体の信頼がないっていうこの問題がダブルパンチなんですよね。そもそも営業って結局お客さんの立場からすればですよ。なんか売り込んでくる人とか金をまくり上げまくし上げる人みたいな形でポジティブに思われてないんですよ。 ましてや、それこそ電話の営業の手法自体がテレアポっていう動き方をしてしまっているので、テレアポ、まあ、電話営業ですと、お客さんが求めているタイミングでの電話ではなくて、こっちが受注欲しいから、アポが欲しいから電話をかけているという状態ですよね。なので、相手不在なんです。相手のニーズ不在で電話をかけてしまっているので、まあ、本当、ダブルパンチかトリプルパンチですね。 営業職自体の信頼が低い、営業手法自体の嫌悪感が強い、さらにお客さんの信頼が低い、まあ、代理店的なイメージを持たれてしまっているということでで。この問題どうやって払拭をしていくのかという話なんですが、大前提としてやるべきことはですね、その信頼されていないという状態を受け入れることなんですよ。要は、何とかして信頼されようではなくて、そもそも私は信頼されていない、怪しいと思われている人ですと思うことによって、営業の選択肢が増えてくるということです。具体的にはどういういこと,かという 言うともうその状態を受け入れた上で相手に伝えるんですよなので営業が信頼されない最大の理由は嘘をついたりごまかしたりすることなので嘘をついたりごまかしたりすることを最初から私はしませんっていうことを宣言すればいいということですねじゃあどうやって宣言すればいいのかって話なんですが私はおそらく怪しいと思われてると思いますが骨ニらら会社の名笹田と申しますみたいな形で要は相手からすればですよ私のこと怪しいと思ってますよね。 そうですっていう返事が来るような形で私もそう思いますって言っちゃうんですよ。なのでそうやって相手が思っているネガティブな気持ちを私は分かってるんだっていうことを伝えてあげることによってこの営業さんは多少人の気持ちとか相手の話をちゃんと聞いてくれる可能性のある人なのかもしれないっていうふうにコミュニケーションをとるきっかけができるわけですね。でお客さんが営業に対して警戒したり嫌悪感を抱く最大の理由っていうのは結局どこも言ってること,と一緒でしょっていう状態を作ってしまうからなんですよ。 なので他とはちょっと違うなってアプローチをすることによって相手は話を聞くきっかけができるできっかけができるけど聞きたいとは思ってないじゃあどうすればいいのか自己解除をちゃんとしてあげて私は怪しいものではありませんが怪しいと思われているものですみたいな形で最初から入ってしまえばお客さん自身もハードルがだいぶ下がりますよね。 なので、その2つのポイント、きっかけを作るっていうことでハードル、警戒心を下げるって、両方をしっかりこの初期のタイミングではやらなきゃいけないと。ただ、営業手法上、代理店という立場上、営業職自体がその信頼を下げてしまっている職種、業種、アプローチになっているので、それを前提として受け入れた上で、そこからコミュニケーションを取りましょうということです。なので、私から自己解除をする、怪しいと思われていると思います。私もこんな営業電話がかかってきたら怪しいと思うんですが、一度話を聞いてもらえませんかみたいな形で話をしておくと、相手が実は 断る理由なくなくっちゃうんですよねいや「怪しいからいいです」って言いたいのに「怪しい」って最初から分かってる人から電話かかってきちゃうと「怪しいからいいです」ってなかなか言いづらいんですよ。 なのでそうやって自分相手が思っている,いるであろうことを先回りして伝えてあげることによって相手の反応が変わってくるとそういったアプローチを少し意識いただけると相手の印象が変わってくるんじゃないかなというところが今日お伝えしたいことでございます。えー、今日のテーマ短時間で相手の信頼を得る方法ということで、まあ、心理学的にまあ難しい言葉では自己開示なんですが自己開示をしっかり使って相手の気持ちを先回りして言葉を伝えてあげるそうすることによって相手の信頼を早く早期に得られる可能性が高まりますので嘘をつかずごまかそうとせず騙さずしっかり しっかりと自己解除をしてくださいというところが今日のアドバイスでございました。今日の動画が参考になった、勉強になったなどを思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン、チっックしていただけたら嬉しいかりです。本日は以上です。